レイス家の地下洞窟で見たグリシャの記憶。その中にはエレンたちにとって馴染みの深い男の姿があった。5年前のあの日、レイス家の者たちを殺害したグリシャが顔を合わせていた調査兵団の男。彼の姿はかつて南方訓練兵団でエレンたちを鍛えた教官キース・チャーディスによく似ていたのだ。それに思い至ったエレンの発案で調査兵団はトロストクにいるキースの元へ向かい、グリシャの過去、そしてあの日エレンの身に何があったのか、彼の知り得る全てを話すよう要求するのだった。結論から言えば何も知らない、それがキースの答えだったが、彼は人類の理にはなり得ない話としてエレンの父であるグリシャや母カルラの過去について語り出した。グリシャと出会ったのは20年前になるか。ウォール・マリア、志願しなく壁門の目前に彼はいた。本当か嘘か、彼はなぜ壁の外にいるのか覚えていなかった。記憶をなくしていたのだ。グリシャ・イエーガーという名前と彼自身が医者であること以外全て。私はグリシャに医者としての働き口を紹介し、この壁の世界のことを、そして我々調査兵団のことを教えた。彼は我々をこの壁の誰よりも賢く勇気があると言った。特別な存在、選ばれし者だと。そんなことを言われたのは初めてだった。確かに私は人と違った。自分の居場所を感じたことなどなかった。そう、壁の中は私には狭すぎたのだ。やがてグリシャは病から町を救い、医者として人々から信頼されるようになり、そして私は調査兵団団長に就任し、幾度となく壁外調査に赴いた。誰もが理解できるほどの偉業を凡人どもに突きつけてやる。そうすればみんなが私を認める。そう信じて、そしてあの日も。これより巨大樹の森に突入する。邪魔な巨人を排除しつつ拠点を設営せよ。ここに拠点を作る。森に潜む巨人の数がまだ把握できていません。この段階での突入は危険すぎるのでは。いや、森への到達を最優先とする。可能な限り速やかに目標を達成すべきだ。あ、そう、わかりました。おっ、終わって。巨人が現れてもむやみに戦闘を仕掛ける。仲間と連携して討伐するんだ。エルヴィン分隊長、了解です。拠点の設営作業完了。防衛を開始します。わかったな。はい、任せたぞ。了解。よし、他の拠点も設営を急げ。成果を上げたぞ。設定が完了しました。我々は防衛任務に移行します。片付いたな。
足りるな。拠点の設営が終わりました。これより防衛を開始します。わかったな。任せた。団長、全ての拠点の設営が完了したとのことです。みんな、よくやった。これで作戦は半ば成功だな。報告、森の奥より巨人普通の接近を確認。近づく巨人は排除しろ。何としても拠点を守り抜け。私は選ばれし者だ。拠点には最小限の兵のみ残し、残りの兵は散開して周囲の巨人の捜索と討伐に当たれ。むやみに散開させては連携が難しくなります。今は拠点の防衛にこそ人員を割くべきかと。これが俺のやり方だ。黙って指示に従え、エルヴィン。終わりだ。苦戦しているようだな。救援に向かわねばなるまい。巨人だ。このままでは補給用の拠点を設営できません。拠点を変えては戦えません。彼らを援護しましょう。助かりました。すぐに拠点の設営を始めます。数の巨人が出現。こちらに向かっています。このままでは持ちこたえられません。作戦を中止すべきです。撤退はせん。まだ兵力は残っている。背負ってのか。わかったな。了解。周囲にいた巨人の討伐が完了しました。やったか。多大な犠牲を払ったが、これで作戦に戻れるな。新たに巨人が多数出現。近づいてきます。
これ以上の作戦続行は不可能です。撤退のご命令を。団長、力だ。戦力があればやむを得ん。撤収だ。森を抜け、平原まで後退せよ。私は選ばれし者だ。団長、平原にも多数の巨人がいます。まずい、このままでは囲まれるぞ。止めてやる。巨人の妨害を受け、迎撃用の拠点の設営ができません。拠点がなければ逃げ切れん。急ぎ、周囲の巨人を排除するぞ。討伐する。ありがとうございました。直ちに拠点を設営します。片付いたな。なぜだ、なぜこうなる。私のやり方が間違っているのか。前方より大型の飛行士2体を確認。こちらに接近してきます。平原の他の巨人とはまだ距離がある。あの2体さえ倒せば馬で逃げ切れるはずだ。分かったな。了解です。団長の力にはなれなかったか。せめて無事に撤退して次の任務に積もるよ。任せたぞ。参りました。これ以上被害が大きくならねえよう、さっさと撤退しねえとな。片付いたな。全速で走れ。団長、まだ森の中に兵士が残っています。急ぎ、彼らとの合流を。ここに留まれば巨人に包囲されて全滅だ。もはや猶予はない。即時撤退せよ。シャーディス団長は突撃するしか能がないって話だ。でもエルヴィンの分隊はまだ死人を出してないんだって。団長、変えちまえばいいのにね。キースさん、このまま死ぬまで続けるつもりですか。なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ず、クソを垂らしただけの人生を恥じることもない。偉業を成し遂げることも理解することすら不可能だろう。手当たり次第男に愛想を振りまき、酒をついで回るしか取り柄のない者には決して特別じゃなきゃいけないんですか。私はそうは思っていませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたってこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。エルヴィン、団長をやってくれるか。特別な人間はいる。ただそれが
自分ではなかったというだけのこと。私は何も何一つ変えることはできない。ただの傍観者だ。